こんにちは。すごい急遽になってしまったんですが、インスタライブを始めます。そう、告知をちょっとするのを忘れてしまい、ギリギリになったので、見れる人がいたらいいなと思うんですけど、今日はですね、このワンピースに合わせた感じの色味を使ったメイクをやっていこうかなと思います。で、ベースに塗ってるのは、ベースっていうか、まあ基礎化粧品として使ってるのは白のこれ使いました。シンプリシンプルローズブーケローズウォーター化粧水ですね。あとモイストリッチクリーム、シアバター、ラワンブキって書いてますね。そう、白のやつをまず、でもまあ今日外にもう出てたので、日焼け止めは塗った状態で上からちょっと付け足した感じなんですけど、そうで、まずそれをつけてて、で今日透明感出したいので、相変わらずモイスティーヌのプロテクト UV と、そう、このワンピースもね作ってもらったんです。すごいここのデザインが可愛くて、そう、今日のネイルも白です。前回のあれ落とす暇とかも、付け直す暇もなかったから、上からゴールドのやつをつけたんです。そしたらそれなりにいい感じになるっていう、こんな感じ。そう、これはね、上からね、水色の上からつけました。そしたら取れかかったやつがちょっといい感じにごまかされた感じです。で、ムーのラベンダーですね。今日ラベンダーだから透明感出るようにラベンダーをつけます。で、混ぜます。で、全体的につけまして、そう、この時間でなんかあまり見れる人がいないかなって思ったんですが、そう、早朝の時間は、まあ今旦那さんが出張に行っちゃったので、ちょっとね今は難しいかなと思うので、こっちの早朝で、そっちの夜かな、夜の時間はもうちょっとあと1週間以上先になるかなとは思います。でね、カラーチューナー全色欲しくなりますよね。わかる。私も結構その時の気分とか、その時のなんかなりたい肌に合わせてちょっと選んではいます。で、相変わらずファミュのファンデーションかな今日は。はい、前髪ねすごい伸びたんです。もうね、ブリーチする決意をしまして、で実はね髪の毛切ったんです。今日この後これね、結構レイヤー入ってて、そう、もともとこの上の方の髪の毛とかは全部下まであったから、すっごい切りました。もう量にすると半端じゃないぐらいで、長さは変えてないからね、あんまり変わってない感じがするんですけど、で髪を切ったから、もうブリーチをしてしまおうかなと思っております。うん、ムーナ塗る油取り紙と言われているもの、すごい私好きですよ。本当に塗る油取り紙って感じ、サラッとする。カラーチューナーは、うん、ワンプッシュ、ワンまでいかないぐらいかな、半、完璧に押しすぎないぐらいまで、うん、にしてます。そう、何色にしようかもね、まだ決めてない。ベージュみたいな感じにしようかな。なんかメイクが全部似合わなくなっちゃうと嫌かなと思って。そう、メイクでね、髪の色ってすごい、そう、重要だから、メイクをする上で。はい、でファンデーションもね、ちょっと今日は軽めでいきます。そして眉毛ですね。眉毛もやっぱね、相変わらずちょっとナチュラルに見えるようにしたいので、ボビーブラウンのブロンドですを使います。これは買い直してから私はこれがさらに好きになりました。で、最近センター分けが好きですね。で、外側から
私は眉尻から描くのが好きかな。眉尻から埋めていく感じで描いていきます。そう、もう今日結構一日の終わりだからあれなんですけど、本当はね朝 やれたらいいですよね。今日はあのまほちゃんとミフとハクはねモレナとちょっと遠くに遊びに行ってるんです。だからまほちゃんとミフと女子3人であのコスタメサっていう下の方の地域があるんですけど、そっちの方まで行ってドーナツ食べて、ちょっと買い物して、でそうスーパー寄って帰ってきました。もうね本当まほちゃんが帰っちゃったらどうしようって感じなんですよね。やっぱ仕事できてるのもねまほちゃんが来てくれてるおかげだから。あ、モレナさんして、皆さんモレナを欲しますよね。モレナね今ねあのお外に出てて、そうモレナさん出演でないと白を誰かが見る人がいないといけなくなっちゃうから、またそこもねちょっと難しいんですよね。あ、まほちゃん何者？まほちゃんはね今ね実は去年の夏にまほちゃん3ヶ月ぐらいこっちにいたんですよ。でその時にプルイのお客さんで来てくれて LA の店舗に、でそこで知り合って、そしたらまほちゃん結構子供が好きって言ってたから、じゃあ遊びにおいでよって言ってうちに遊びに来て、そこからハクが大好きになり、で今もこう結構ね、じゃあ子供がね赤ちゃん生まれるんだったらお手伝いに行こうかなって言ってくれたから、そう日本からね来てるんです。まほちゃんお手伝いに来てくれてる。そうなんです、まほちゃんがいないと今生きていけない状態になってる私です。そう栄養士のね栄養士もずっとやってたから、すごいご飯とかも上手で、そう朝とかも私がどうしてもすごくミフが夜中泣いちゃったりして起きれなかったりしたら、まほちゃんが代わりに起きて吐くと一緒に遊んでくれたりとか、そうご飯作ってくれたり、だから旦那さんがいなかったりするとよりこうね2人で協力しながら夜やってます。そうであ、そうさっき使ったのもこれですね。これ前回からずっと使ってるからわかると思うんですけど、ブローキットのセメントバーチの色味です。で、あ、まほちゃんのねメイクライブねしようと思ってるんです。そうなんです。まほちゃん許可が下りたからね。なんかまほちゃんもねもともとすごい可愛い子なんですが、こうまほちゃん自身もこう何メイクライブやるの楽しみにしてくれてるからやろうかなって思ってます。あ、そうそう、ハックにね、あ、スタッフじゃないんですよ。まほちゃんはねスタッフじゃないんです。そうたまたまもう本当にお客さんで知り合って、そうまほちゃんのなんか柔らかい人柄と、あとハクがすごいまほちゃんのこと大好きで、そこに惚れまして、そうこんな感じですね。なんか目の中に入っちゃったかな。はい、あ、ちょっと待って、入りそうになってるからごめんなさい、撮ります。はい、でまつげ上げたらこのね、そうまほちゃん変えたら大変になっちゃうから、その後に、旦那さんのお母さん家族が1週間だけ遊びに来て、その後私の弟が1週間だけ遊びに来て、その後はまだ誰も予定がないんですけど、もしかしたら誰か来るかもっていう感じです。これグロシアの紫なんですけど、多分前にも使ったことあると思う。
これね、透明感が出てすごい好きで、やっぱこういう色味の時はよく使うかも。これね、ね、透明感本当に違いました。本当そうですよね。これリリーっていう色です。名前も可愛い。あ、ひかりちゃんだ。ひかりちゃんが起きてるようです。はい、ちょっと濃いめにしようかな。若干これ濃いめに塗ってもそんなに嫌じゃない色。あー、どうしたらそんなにすっと友達になれるんですか。私もね、でも別にすごいそれが得意なわけじゃないし、そんなになんかこうお客さんで来た人ともすごいすぐじゃあ遊ぼうってなるわけじゃないです。ただなんか真帆ちゃんはやっぱりそういうね、子供の専門のこととかをすごい興味あっていろいろ調べたりもしてくれるし、そう、私たちがすごい頼ってる感じで、目の下のこことここにもでね、ちょっとラメが入ってるから可愛いです。こことここですね。そうするとね、ツヤが結構半端じゃなく出る、ツヤと透明感が出る感じです。うん、時間経つと、そう、あの二重の幅にたまったりもします。でもね、私そんなに気にならない、それは。うん、でも結構ピタッとグロシアに日本で入手できないのかな、どうなんだろうな、ね、どうなんですかね。そう、でもそれすごい好き。それで今日ね、ディオールのパーリーターコイズっていう色を使います、目尻に。はい、でどうしようかな。あんまり結構サラッとしたいので、そんなに何隠しインライナーみたいなの引かずに、そのままこの色だけでいきたいと思います。これは目尻にスッと引っ張る感じで、こんな感じかな。スッと線細く引っ張る感じでつけてあげると結構ナチュラルなんですよね、これも。うん、で、こんな感じかな。で、ここの目の目頭のにもちょっとだけ入れようかな。結構ね、苦手な人は苦手かもしれないけど、平気だったら入れてもいいかなって思います。で、こちら側も同じように、目のね、真ん中ぐらいからちょっと引っ張ってきて、まっすぐ行く感じ。こんな感じです。で、目の目頭の方もちょっとだけつけます。わかるかな？うん。可愛い色ですよね、これね。なんか久々に使ってみたら結構そんなにすごい強い色じゃない感じに出るから、少しくすんだっぽい感じの色に出るから、結構夏にいいかなって思います。はい、で、それで、で、これね、マーク・ジェイコブスのちょっと前に使ってたやつなんですけど、プライマーですよね、ベルベットプライマーっていう、まつげのプライマー、下地、そう、下地をつけます。これまつげね、ファッサファサになるので、まつげのプライマーを、だから例えばインラインとかしないで目の印象がちょっと薄くなりそうだなっていう時は、こういうプライマーをしてしっかりパキって、なぎちゃんだ。すごい、私はもうなぎちゃんのベイビーを待ちわびてますね今。
ね、早く一緒に遊びたい。気が早いけど一緒に遊ばせたいですね。で、あれが、これがね、いいかなって。そう、これです。ジバンシーのエクストリームブルー2番ですね。早く会いたいね、本当に。もうなんか日本にもね、早く連れて帰りたいけど、まあもうちょっと、もうちょっとかな。ハクが3歳になったぐらいに行こうかなとは思ってます。はい、なぎささんも頑張ってください。そう、これね、この色で、これとちょっと近い色かな。なので、結構ね、なんだろう、ブルーって結構いろんな色味があって、このブルーは本当に綺麗なブルーです。ほら。なんか紫を着ててもそんな嫌じゃないブルーなので、一緒に使うのは結構おすすめかも。このディオールとこのジバンシーは相性がすごくいいですね。なんならアイシャドウ塗らなくてもいいかもしれないっていう感じです。そうすると結構よくつきます。あのベースのプライマー塗ってると。わかるかなね、パープルにも馴染みます。はい、でちょっとねしっかりめにつけようかな。そうです、こんな感じです。バルカもで本当は目の下にもねちょっとキラキラってするやつ乗せようかなと思ってたんですけど、ちょっと一瞬考えますどうしようかな。派手になりすぎちゃってもやだなと、いっぱい落ちちゃった。そう、派手になりすぎちゃってもやだなと思って。可愛いですよねこれね。でハイライターをどうしようかな。ハイライターねこれ使おうと思ってたんですよ。これあのトーンの03番、ジバンシー、あ、そうなんだ、ジバンシーのマスカラね、確かにちょっと前のやつだな、売ってないのか。私これでもすっごい好きな色なんですけど売ってないのかね。ジバンシーのマスカラです。ジバンシーのマスカラ売ってないのか残念、残念だな。このね本当に使えるんですよこれ。でこことかにしてあげるとね、ちょっとこう横向いた時にふわっと色が変わって可愛いです。これね、これトーンの03番です。なんか全体的にバランス見て、もし下まつげキラキラつけてもなんかいい感じっぽかったら後からやります。とりあえず今はやめとこうかな。はい、でチークですね。チークどうしようかなって思ってたんですけど、チークねこれかな。なんか前回からちょっとハマってるこのナーズのオーガズムっていう色のリキッドハイライターを、あれの代わりに使います。チークの代わりに使うっていう、こういうねキラキラの、これ結構夏にいいかもなっていう使い方かもしれない。そう、少し頬の真ん中らへんにギロギロしすぎない気がするけど、どうなんだろう。気になる人は気になるかな。パールは結構入ってる。うん。あ、そうなんだ。先週三越で買えたらしいですよ。ジバンシーの2番。ハイライター、目元も使えますか？使ったことないな。どうですかね。使えるのかな？うん。なんかね、少しこの辺からふわってさせる感じに今日はやります。うん。
感じです。そうするとね、大人っぽくなるんですよね、こういうメイクの時に。はい、うん、私風邪よくなりました。ありがとうございます、風邪の心配していただいて。それで、うん、これぐらいでいいかな。ハイライターもなんかあんまりこうやりすぎてもなっていう感じなので、これぐらいでいいかなと思います。あとリップをつけるんですけど、ちょっと乾燥しているので、乾燥しているのでクッシュリップバーム、ミルクのやつを使いますね。まあリップはあの色に影響しないものだったら何でもいいと思います。で今日は少し大人っぽいオレンジっぽい感じに、うん、しようかなと思うので、 RMS のリップスティックブレスレス、はい、アシオコスメ載せますね。いつも遅くなっちゃうんですけど、最近このブレスレスもすごいいい色なんです。ちょっとモーメントに似てるかも、ちょっと似てる、でも違うけど、こっちの方がもうちょっと大人っぽいベージュっぽい感じかな。でも近い感じの色です。はい、で少しあの明るい感じにしたいので、この色もね、どうなんだろう、売ってないかも、廃盤かもしれないけど、ごめんなさい、紹介させていただきますね。ルージュディオール530シアマットです。こういう色をちょっと上から、夏っぽくするんだったら少しこういうのを足しても可愛いかなって思います。この色ね、私本当にずっと好きで、ずっとあの紹介してるんですけど、スタッフの子とかにもこれすごいおすすめだよって言ってるんだけど、結構ね、売りあの限定色って言ってた気がするな。そう、あ、キラキラね、つけてみようかな、ちょっとつけてみますね。まず先に、ごめんなさい、ちょっと落としたから失礼しますね。よいしょ、失礼しました。で、そう、夏なんです。ちょっと先にじゃあ、あのさっきのジバンシーのマスカラをちょっと目の下のところにもう一回つけた状態でやろうかな。でもこのね、あのなんだっけ、あれすごいいいですよ、マーク・ジェイコブスのベース、ほんとなんか毛が伸びた、毛が濃くなった感じになる、こんな感じ。いや、好きかも、好きかもやっぱりって思う、いつもこれをつけるたびに。それでキラキラつけてみますね。このキラキラはちょっとパール系なんです。パール系のタッチインソルっていうブランド、これね、多分ね、韓国のブランドだと思う。なんかアメリカで買ったか、アメリカのあのブランドかなと思ってたんですけど、どうやら多分ね、韓国のブランドだと思う。それのね、パウダーの方があるんです。こっち側薄い方、色味だから分かると思う。でそれをの下に、コンタクトの人は気をつけてください。はい、でも私今日つけない方が好きだったかも、どうかな。目の下につけます、こんな感じです。なんかちょっと雪みたいな感じかな。ラメでも全然対応できるんですけど、これがね、よくついたんですよ。これがよくついたんです。こんな感じで、下向いたらわかるかなって感じかな。ゴミついてるよって言われそうな感じでもあるから、あの、どうだろうね。どうだろう。好きだったらやってください。はい。つけなくても私は好きです。それで、今日はね、巻いていこうと思ってます。よいしょ。髪の毛をじゃあやっていきますね。本当は26ミリのアイロンが欲しかったんですけど、今日持って帰ってくるの忘れちゃって、なんと19ミリになっちゃって、ちょっとうまくいくか分かんないんですけど、
こういうねレイヤー入ってるスタイルの人すごくおすすめの巻き方があります。まず 26mm と思って見ていただければ大丈夫です。これ私ちょっと 19mm だから調節しながらやります。まず全部つかみます。一番下の部分をね、でこう毛先をくるって巻きます。で巻けてないところも後ろをくるって巻きます。そう、本当私もねずっと重めが好きだったんですけど、ちょっとね超気分変えたくて、っていうかもう本当にとにかく軽くしたくて、乾かす時間とかいらないって思ってこうしました。で、ま、横半分にこう割ります。でまたそこをくるっと一回転します。でまたそこの半分からの半分を割ります。これ私はずっと美容師の時にお客さんに教えてきたやり方で、そうするとねレイヤーがだんだん巻かれていくんです。で一枚表面レイヤーって上に行けば行くほど短い毛が入ってるっていうことなので、それを巻いてあげると、26mm だったらもうちょっとこうくるってちゃんと巻いていいと思う。私は滑らしてる感じでやってるんですけど、そう、それは 19mm だから、そう。でまずは全部ね内巻きで大丈夫です。でそこから動きをつけていくので、であとね顔周りはね最初からちょっとこう外側に、あ、これ外じゃない、外側に少し巻いてあげると、外側に少し巻いてあげる。であと気になる部分とかを、気になる部分っていうかちょっと表面の方とかを外側にね後から巻いてあげたり、あとは表面だけちょっと縦と横で入れてあげたりすると、縦と横じゃない、なんていうの、前と後ろ、こっち側かこっち側か、そうで巻いてあげるとすごくいいです。こんな感じかな。でまずそこまで終わりますね。そしたらこっち側も行きます。でこっち側もまずベースを巻きます。こんな感じで内巻きに巻いてるんだけど、時間が経つと時間が経つとっていうか外にやろうとすると外になる長さなので、全部最初は内巻きでいいです。で半分巻いて毛先で、そのまた半分に取って毛先で、また表面取って毛先で、で顔周りをちょっと外側に巻いて、で、うん、レイヤーね入れたんです、レイヤー入ってますかっていう質問は、でこんな感じでやって、ちょっと待って、熱くなってきた。で前髪はこう前に軽く振って、で少しもうちょっと伸びたらな、もうちょっとやりやすくなるんだろうなって思うんですけど、ちょっと今はねまだ流すことしかできない。そう、あ、白が帰ってきてドアが開いてるからすごい音が聞こえちゃうかもそうで、あとは表面の方とかをちょっと巻きを足してあげて、巻かれてないなって思うこの辺とか縦とか横とかで
巻いてあげる。なんかね、そもそもねパーマがかかった感じにしたかったんです。そういう髪型にするためにあのレイヤーを入れました。だからこれ外がいいかな。たまにね自分がどっちにしようとしてたか忘れちゃう。で、こんな感じかな。あ、すごい熱い、張り付いちゃう。そう、で、顔周りとかも。あ、髪の毛ね、旦那さんに切ってもらったんです。そう。で、私はちょっとね、上との感じにするのが好きなので、そう、こことかもちょっと毛先の方とか足りてないなと思う。そう、ところを少し足します。で、そう、あのね、このコツとしては全体的に巻いた後に細かくこうやって取って、ちょっとずつちょっとずつ巻いてあげると結構ねいい感じになります。で最後にツヤっぽくするためにこのねジョバンニのシャイニーヘアワックスを全体的につけます。ワックスつけてもね落ちたりはしないかなと思う。むしろちょっとボリュームいっぱい巻いてボリュームダウンさせてるぐらいが好きです。で、全体的にな、んか夏っぽい感じがいいかなと思うので、で、ジョバンニのワックスね、そう、いいですよ、すごく。そうなんです、こんな感じかな。レイヤーね、なんかそう、ちょっとね、ボリュームダウンさせる感じで、でもちょっとふわっとしてるみたいな感じでつけると、少しクールな印象になるかなって思います。コンサバにしたくないっていう感じです。だからシルエット的には下に重さがあってふわって感じじゃなくて、どちらかというと丸い感じかな。丸い感じっていうか、この辺から動きがあって下に向かって、そう、下に向かってちょっとこうしぼんでいく感じ、どちらかというとな感じで切ってもらいました。で、レイヤーってね本当にあの入れ方によると思うんですよね。そのコンサバになっちゃうかな、ならないかって。だからそう、イメージをしっかり、シルエットをこういう風にしたいっていう感じだったら、そういう風に伝えた方がいいかなって思う。そう、あ、ワックスね、アップで写してください。こちらです、こちら、こちら、はい。あ、確かにね、ゆうさん好きですよ、ゆうさん。そうで、これぐらいでもいいかな。本当はね前髪ないスタイルとかもすごい好きなんですけど、なかなかむず、あの伸びるまでに時間がかかるから。そう、あ、黒髪全然いいと思う。私黒髪にしようかなと思ってたんですよね。そう、でもね、なんかやっぱり明るくしたくなっちゃった。こういう色の服ばっかり持ってるから最近。そう、こんな感じかな。気持ち的にはガーリーじゃなくてちょっとクールにしたいっていう感じです。はい。
あと前髪は横から流す方がいいかなって、はい、って感じです。はい、そう、今日ねライブ知りませんでしたっていう方が今いたんですけど、もうごめんなさい、私が告知するのがすごい遅くてできてなかったんですよね。そう、これなんて髪色なんですかって今来たんですけど、あのなんて髪色も何も落ちた色なのでベージュかな、ベージュとしか言えないかもしれない。うん、はい、でねちょっとつけてるもの紹介しようかな。これがヒュームチョーカー、これがね大阪に持っていく予定の忘れちゃった、アマリオです。アマリオ、これね3つ石がついてる、3つか2つついてます。でこれがね、PLDO って言ってもう一点物でしかないと思う、昔作ってたデザインなんですけど、そう PLDO っていうやつ、あとこれがブルーです。ブルー、小指にね、小指にあのブルーをつけるのが最近はずっとやってるかな。なんか見札子する時もこれだったらまあ大丈夫、でもまあ出かける時ぐらいかな、つけてるのは、ミフがいるから。であとこれこれはね一点物です。そう、これは一点物でネットであのこのもの自体をご購入することができます。で608、ナンバー608でサイズ 11.5 で608で調べてもらったらこれ出てきます。はい、です。あとねこれ今日はねタイムとあとパスイヤカフのゴールドつけてます。ゴールドもねこれだけでも T シャツとかに合わせるんだったら、シルバーもカジュアルで好きなんですけど、ゴールドも最近好きかな、最近よくつけてるこのゴールド。うん、そう、私前髪伸ばしてます。そうなんです、そういうわけでこういう仕上がりになったんですよねレイヤー入れて、そうなんです。で、大阪がもうすぐじゃないですかね。うん。あとティンブレも持っていくので、ぜひ。バスイヤーカフかわいいですよね。そう。すごい好き、このバスイヤーカフ。愛さん、旦那さんいないときお風呂どうしてますか？私も産んだばかりで困ってます。あ、でも旦那さんいないときは、あの基本で今のところ真帆ちゃんがいるから、だからあ一人の時はどうしてるんだっけ、どうしてたんだっけ、旦那さんいない時は、あそう、寝かしつけてから、産んだばっかりの時難しいですよね。あの私はうん、そうだな、誰かに来てもらったこともあったんだっけな。でも基本的には寝かしつけてからその隙間に入ってる感じでした。うん、はい、です。そんな感じですが、じゃあちょっと質問に答えて終わりにしましょうかね。うん、ね、全身ね私ね、ちょっと今日ね、あ、でも今日のインスタライブの告知したやつ、これの前身です。ちょっと後からまた載せますね。うん。汗で落ちることあります、あります。うん。前回のライブのワンピースの白っぽいインナーね。あれは同じブランドです。あの、ミックスドビジネスっていうやつです。はい。あの、OR ロサンゼルスかな？デザートリングの石なしを購入したいのですが、うん、ウェブでは買えない、どうかな。一応ねカスタムリングっていうか、そのウェディングリングの部類に入ってるものなので、ちょっと一回ウェブをチェックしてみて、買えなそうだったら、そうですね、あのリングオーダーする形になります。はい、でオレンジかけブルー可愛いですよね。コーディネートのポイントを教えてください。全体的にかな、どうだろう。今日ね、でもね、あの実は昨日ちょっとだけお買い物しまして、あのそうハクとミフのものを買おうと思ったら自分のもの買っちゃってたみたいな感じなんですけど、よくね
そっちの 方面に行ったら行く古着屋さんがあって、そうシャボンっていう古着屋さんなんですけど、そこがすごい好きで、前に私がチャイナのジャケット買ってたところで、そこですごい昔のヴィンテージのエルメス の、あのそこが木になったレザーのサンダルを買って、 それをね今日履いてたので、後からちょっと全身コーディネート、今日やってた髪型、あ、全身乗せますね。ちょっと待って、その前にピンクっぽい水着、水着はコス COS です。今売ってるかな、ちょっと前に買ったけど、コスっていうところ、あれね、モーブ色ですね、あのちょっと紫っぽいピンクですね。広島ね、また次回ねあると思いますよ。はい、トーンのハイライター、ラベンダー以外使ってみ、黄色とかもでもよく使ってる。そう、23歳レイヤーあり、お話全然ありですよね。てかむしろレイヤースタイルに年齢は関係ないかもしれない。夏メイクで意識してることは、厚塗りにしない。だから結構ファミのファンデーション最近多いんですけど、ちょっと薄くても平気なツヤっとした感じに仕上げることができるので、夏メイクはそんな感じかな。顔が真っ赤？そうかな？なんでだろう。ボビー・ブラウンのアイブロウペンシル、ブロンドは黒髪だと変ですか？髪型とかにもよるのかな？変でもないかな、でも。変でもないかも。今何時ですか？5時半です。眉の色は髪の色に合わせた方がいいですか？基本的にはね、合わせるっていうかバランスが良くなるようにした方がいいと思うけど、例えばでもなんかピンク系のメイクだったら普通に眉毛ピンクにしたりとかもするから、それは洋服とかのバランスにもあるのかな。はい、日本帰ってきたね、そういう機会作りたいですよね。なんか皆さんとお会いできる機会がね、レイヤー入っただけですっごい変化あるんです。そうなんです。レイヤーはね結構すごい。レイヤーと前髪ってね、長さ切るのもちろんそうなんですけど、長さってこれぐらい切ってもそんなに分かんないから、もう印象変えたいんだったら相当切らなきゃいけないけど、レイヤーとか巻いたりとか、なんか雰囲気変えられると楽しいですよね。トーンのカラーチュ、フェイスパウダーはしなくて崩れないですか？まあでもあんまりベタベタするのが嫌いな人はパウダーつけた方がいいと思う。でも私は崩れるほどメイクをしてないのかも。ポイントでしかしてない。ベビーにも日焼け止め塗りますか？今のところまだミフには塗ってなくて、ずっと外行く時もカバーしてるから塗ってないですけど、そう、そのうちね、日差しがもっと強くなってきて外に出す機会があるようだったら塗らなきゃなと思ってます。眉毛のお手入れはどのぐらいの頻度でしますか？気がついた時だから頻繁にはでもしないですね。1ヶ月に1回ぐらいかな。そんなにそれほどできてるかもわかんないぐらい結構適当です。最近の好きな色の組み合わせはありますか？でもこういう色結構好きかな、こんな色とか。これから夕飯です。そうです、つや系のファンデをするとツヤっとじゃなくてテカッと、してしまうんですが、自分の肌に合ってないんですかね？それもあるかもしれない。だからまあファンデーションってね、自分の肌に本当に合う合わないがあるから、ちょっとテカッとするようだったら変えてみてもいいかもしれない。眉毛は脱色してないです。 LA の店舗にね、ぜひ予約して来ていただければと思います。Gmail に予約して。授乳疲れしませんか？変な体勢さ、楽な体勢探します。わかります。私もカイロに行った時にちゃんとこうふわっとしたクッションみたいなやつ、ソファーみたいなやつじゃないとすごい体勢が良くなくて、で腰に負担が来てるって言われたので、本当に授乳疲れしますよね。もうなんか姿勢がすごい悪くなっちゃったりもするから、それはね気をつけなきゃなって思ってます。はい、ボルケーヌに合わせるピアスは何がいいと思いますか？ピアスね、ボルケーノってすごいシンプルな形だから結構何でも合います。でも例えばこういうちょっとやっぱテクスチャーのあるようなこういうものだったりとかも合うし、
私はね、ボルケーノだったら結構何でも合わせるかも。こういう大きいのとかも合わせるし、逆にすごいちっちゃいティアドロップス系も合わせたりもする。だから服によるのかな。ボルケーノに合わせるのは結構何でもいけます。はい。イエローベースに馴染むチークはでもオレンジ系な気がしますね。うん、はい。RMK のインディゴグリーンのマスカラまた使って、今日もね使おうか迷ったんですけど、ちょっと夏っぽいってなるとこっちかなと思ってこっちを選んだんですけど、これに RMK でも全然いいと思います。アイロンが欲しいのですが何ミリがおすすめですか？それは髪の長さによりますね。私は、全部持ってますけど、長かったら32ミリ、ミディアムぐらいだったら26ミリって感じかな。はい。トーンのカラーチューナー、トーンのカラーチューナーは使ったことがないかな。カラーチューナー、ムーかな？ムーのカラーチューナーだったら白も使える、ラベンダーも使える、イエローも使える、グリーンも使える、肌の色に合わせて使ってた方がいいかなと思います。はい。首の詰まったトップスでも違和感のないおすすめチョークはどれでしょう？でも首の詰まってるんだったらウェーブチョーカーかな。調節もできてこうクッてできるし、首の詰まったものだとちょっと詰まった感じがするんだったら細い方がいいのかなって思います。うん。サンダルね、また今度アップしますね。今日なんか写真撮ろうかなと思ったけど、足の爪がハゲハゲだったのに気づいて、あ、これは撮れないと思ってやめちゃった。はい。あ、ポップアップの情報についてはすべて、東京の店舗の方のインスタでご確認ください。はい。うん、日焼けしててもシルバーアクセ、うん、可愛いと思います。はい。あ、ヘビーメタルを使ってメイクしてほしいですっていう方もいますね。サプリとかも飲んでますか？サプリね、ずっとねプレネンタルバイタミン飲んでたんですけど、最近サボっちゃってるけど、授乳するんだったら飲んだ方がいいって言われて今日飲みます今日飲みますはい。ショートにしたことありますか？めっちゃありますよ。私ショートっていうか、もうなんかプロレスラーみたいな髪型してました。女子プロみたいな髪型してました。こっちが超ベリーショートでザクザクで、で後ろだけ長いみたいな髪型とかも全然あります。だから私髪型変えるのはそんな抵抗がなくて、ベリーショートもあるし、坊主はないかな、坊主はないけどベリーショートはあるの、超金髪とか超ピンクとか緑、もう緑、青、黄色、オレンジ、もう全部やったかも。やってない色がないぐらいやりましたね。はい。大分にも来てくださいという方もいますね。ねえ、でもね、まあ福岡でやってるから、ぜひそちらに行っていただければって思います。はい。ひかりさんのような肌色です。セルボークのチークは何色がおすすめですか？私セルボークのチーク多分持ってないかもしれない。ごめんなさい、アドバイスできないかも。ミックスドビジネスのサイズ表記がわからなかった。え、本当ですか？私はね多分 S です。うん、そう、子供のもの見に行って自分のものを買うのもあるあるですよね。わかる。今日もね、実はね自分のもの買っちゃったそう、私は大阪のポップアップには行かないんです。そう、あー、ほくろね、私これ実はでも1回撮ったんです。でも撮ったって言っても LA に引っ越してくる直前にやり始めて、で本当は通わなきゃいけなかったんだけど、もうこっちに来るからもういいやと思って途中でやめちゃったんですよね。だから もともとちょっと濃かった、もっとこれより。で LA に来て薄くなってたのに、 LA に来てからまた紫外線に浴びて少しずつ、そう、濃くなっていってる気がするね。まあほくろはでも気になる場所だったら取った方がいいと思う。今のところ私そんな気にしてないから取ってないけど、言われる、おばあちゃんにずっと言われてたんです。そう、このほくろは取った方がいいよ、良くないことが起こるぐらいな感じで、おばあちゃんちょっと霊感が強くて、だからね、なんかそれでずっと言われ続けてて、でそれで気になって撮ってたんですけど、そう、またね出てきてるからね、どうしようかなって思ってる。
はい、ね、地震がね最近多いんです。そう、結構大きい地震、なんか LA に引っ越してきてあんまり大きい地震ってそこまで感じたことないからね、ちょっと慌てて外に出ましたよね、全員連れてそう、アメリカに住んでいます。もともと幼いのでアメリカでは20代に見られます。うん、わかります。私も20代に見られる時がある。艶肌ナチュラルメイクにしたいのですが、目元にブラウンなど入れない。ティーネージャーってね、確かにね。まあでも若く見られるのいいんじゃないですか。嬉しいですけどね、私はね。ティーネージャーなんて言われたら。そう。顔周りはリバース、うん、ここはリバースで巻きました。ここはリバース。はい。金荒れでも大丈夫ですか？私ね、金荒れなんですよ、実は。だけどね、バスイヤカフ意外と平気で、人によるから確実なことは言えないからあんまりおすすめはできないんですけど、うん、すごいひどい金荒れだったらやめた方がいいかもです。はい。イエローベースになじむチークおすすめ。あ、でもさっきも言ったかなこれね。日本とアメリカの文化の違い特集をライブでやってほしいです。そっか、文化の違いなんていっぱいあるな。子育てについても全然違うし、うん、やっぱね、あれですよね、こうナニーさんが当たり前にいる生活も多分日本っていうかアメリカ独特なのかなって思う。なんか公園とか行くともうほぼ全員ナニーさんと一緒に子供たちが来てる感じだから、それもね全然違うかなって思う。はい。あー、アイブロウのブロンド買ったんですよ。薄くて描きづらくないですか？人によるかな。だから私はすごい好きだけど、描きづらい人は描きづらいかもしれない。あ、来週火曜日に沖縄から東京のお店に行く予定で、サツピルイで楽しみにしています。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ、ね、いっぱい見ていってください。ボビーのパウダー、アイブロウ、色味が薄くて眉毛の、あー、そうか、そういう人もいるんですね。色味が良くて眉毛のストレスが減りましたかな。うん、ね、そうだから、まあ人によるのかな。結構ね、ガッて書いても大丈夫な感じだから、初心者の人に向け、初心者の方向けかなと思って紹介してるんですけど。最近はローライト入れないんですか？入れてないな最近。うん、入れてないですね。ブリーチはしてます。ここから先にブリーチに入ってる。体用の日焼け止めか。でもね、体用もね、あのハックと一緒に使ってるんですよね。そう、あのコスメキッチンのあれ使ってます。あの、うん、あのスヌーピーの乗ったやつ。そう、ミフちゃんね、今寝てるかな。今ね、マホちゃんがね、あのやる寸前におっぱいあげて、でマホちゃんがねお風呂入れてくれてたんです、さっき。そう、だから寝てるかもしれない。はい。プレのアクセサリーは全種類持ってますか？全種類は持ってないです。全種類は持ってないけど、たくさんは持ってるけど全種類ではないんですよね。そう、今まだ欲しいものもたくさんあります。スリーのシマーリングデューのハイライトを使ってるんですが、ハイライトじゃなくて汗かいてるみたい。あー、なるほど。ハイライトを入れる時のコツありますか？でもそれってね、テクスチャーによるかも。結構オイル分が多いものだとやっぱテカってるように見えるものもある。だからそういう場合はあのパウダーのハイライトとか使うとちょっと解決できるかなと思います。はい。やっぱでも結構最近夏だからあれなのかな、あのテカるっていうのは多いのかな、夏だとね。うん、はい。季節、今の季節、黒いワンピースなどにはどんなメイクをされますか？あ、一回ね、黒の T シャツでメイクしてる時があるので、それとかちょっと見ていただければと思います。はい。今日巻いてます？クッションファンデを使ってるのですは下ですが、下地は使った方がいいですか？うん、私はね使いますね。っていうか日焼け止めとかは絶対塗るようにしてる。はい。仕事ではシェーディング使うんですか？場合により使います。自分のメイクではほとんど使わないけど、うんうん、その時によるかな。はい。
モーイのワックスとジョバンニのワックスって結構ね質問がよく来るんですよね。ねジョバンニのワックスはどちらかというとウェッティな感じになる。でモーイのワックスは結構前髪のポイントだけとかに使うといい感じになるかな。うん、ウェッティっていうよりもまあウェッティにもなるけど伸びがいいのはジョバンニだから私の長さだとちょっとジョバンニの方がいいのかなって感じがする。うん、はい。あヘビーメタルを使ってメイクしてほしいです。はい、以前使用してたヘビーメタルはゴールドですかシルバーですか。両方持ってるの私。どっちなんだろう、その時の回によるかもしれないけど、でも両方持ってます。 T シャツにはどんなチョーカーがありますか。私結構シンプルなこれヒュームチョーカーとか好きですよ。うん、あ、ひかりちゃんが大阪のポップアップ会場をタグ付けじゃなくて何コメントしてくれてますのでぜひご覧ください。はいですね。髪を脱色したいのですがヒリヒリ痛いです。わかりますね。ちょっとね必要ですよね、その我慢はね。首のシワね、首のシワわかりますよ。私もできてきたからできるだけ。でもね本当にね授乳してるとシワ増えます。こうやってやってるから。だからできるだけこう伸ばすようにするのと保湿するようにしてますね。愛さんとお母さんのプルインスタライブでお母さんがされてたものはプルのものです。そうですそうです。はい、昔の髪型ね。そうあ、そうそう、フルーツ、私よくフルーツ出てましたよ。フルーツ撮られてました。昔の写真とか私出てくると思う。そうそうなんです。レインボーヘアではないかな。全部一回にやったわけじゃなくて一回ずつピンクにやって落ちて何色やって落ちてみたいな感じ。そうね、ポップアップ葉山とか鎌倉の海沿いでやってほしいって。あ、気持ちよさそうね。愛さんはどうして海外にいらっしゃるのですか。なんでですかね。なんか行きたいところに行きたいと思い続けて、そこに行くために行動し続けたらここにいた感じです。そう、すごいやっぱ好きなんですよね、この雰囲気とこの気候と人と。そうね、やりたいこと見つけるのはちょっと大変ですよね。ほくろ取りはいくら、ああ覚えてないな、もうしばらく前だから。ほくろ取るの痛かった気がする、バチンってやるから。うん、ロサンゼルス旅行は最高ですよ。はいはいです。そんな感じかな。今ねあと1分45秒になってしまいましたので、はい、ちょっとね今さーっと今下まで見てるんですけどごめんなさい、最後まで答えられなかったな。うん、プリーでターコイズを使ったものはね多分ね、まあ1点ぐらい出るかな、1点ものでは出すかもしれない。はい、そうなんです。はい、そんな感じでフルーツ世代の方が結構いるかも。かる、すごい、あの時フルーツとかストリートとかすごい買ってたね。そんな感じです。はい、じゃああと1分になっちゃったな。ではまた時間が空き次第やろうかなと思います。今度はね告知をちょっと1日ぐらい前からやっていきたいなと思うんですけど、その時間通りにできるか分かんないけどできるだけやりたいなと思ってますので、またよろしくお願いします。ではありがとうございました。